青州学園前停留場は、北海道札幌市中央区にある、札幌市交通事業新高校舎山花線の停留場である。停留場番号は SC17。山花線の通る西七丁目通りと、降水通りとの交差点の北側に位置する。二面二線の対向式ホーム。南側に内回り、北側に外回りの乗り場があり、安全地帯が設置される。 2020年まで内回り乗り場は外回り乗り場の北側に設置されていた。両安全地帯の間には渡り線があり、かつては4系統と臨時に系統がここを木、終点としていた。晩年はあまり使用されていなかったが、王子は臨時に系統の連結車が続行で折り返す姿が朝夕に見られた。安全地帯にはロードヒーティングが施され、上屋が設置されている。 2020年まで内回りの安全地帯は横断歩道に接していなかった。北海道駅乗降客数2021年3月11日閲覧札幌市第43火災予防組合編札幌市第43火災予防組合遠隔市1941年より停留場ナンバリング表示について札幌市交通局 オリジナルの2015年4月11日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 5 0 4 2 1 1 1 5 0 0 7 h t t p w w w c i t y s a p p o r o j p s h o t t o n s h i t e n n u m b e r i n g h t m l 2 0 1 5年4月11日結論路面電車について。 路線図路面電車について、札幌市交通事業新高校舎、2020年10月5日時点のオリジナルより、アーカイブ、2020年12月13日閲覧、一般路線バス札幌市内、JR 北海道バス、2019年6月1日閲覧、ありがとうございます。